ます。さて、はい、さてこのくだり何回目だろうこの現場何度目だろう、はい、まあ、ご覧の通り成田空港です、はい、今日はですね、初めてのシカゴ、アメリカのシカゴに行ってまいります。これからね、また真逆の場所に、時差逆ですね、14時間だって、はい、ね、そうですね。シカゴは私たち初めてなんですけれども、まあ、今回アニメセントラルというあの大きなイベントに参加させてもらって、なんとですね、いつも、日本でレコーディングとかあとライブとかでもお世話になってるバンドメンバーさんと一緒に今回は、はい、はい、初めて、嬉しい、賑やかだよね、もう今到着の時点で賑やかでございます、はい、集合のメンバーが多い、ね、心強いね、うん、楽しみですね。なんかシカゴ初めてだし、バンドさんと行くのも初めてだし、なんか初めて尽くしの経験になりそうなので、まあ、美味しいものも食べつつ元気にね、今回も大会乗り切っていきたいと思います。はい、ね、時間がないとは思うんですけど、限られた時間の中でシカゴしっかり3人で感じていきたいと思います。はい、じゃあ次に会う時は多分シカゴについてるから、そうですね、待ってて、行ってきます。そうだね、行ってきます。行ってきます。到着です。到着、外に出ました。じゃーん、すごくいい気候です。半袖でも全然平気で、日差しがとってもまぶしくって、風もちょっと暖かい感じで、なんだろう、湿度もなんかベタベタもせず、ちょっとやっぱり日本と似てるのかな、似てるかも。気候はなんか今ちょうど日本に帰っても同じような気候じゃないかと、ね、うん、ただやっぱ空大きいね、なんかすごい、はい、この感じは海外だ ね日本にはないですね、やっぱり、ね、というわけでいいスタートですね、いい天気にね、迎えられて、はい、じゃあまたレポートします。はい、またね、シカゴスタートです。まず1日目、はい、今日スタートいたしましたけれども、はい、まだしてません、今からでも今から開会式に出席することになってるんですけども、はい、あのすごく広い会場で今待機をしてるんですけど、ね、なんか毎回ね、あのイベント、うん、このアニメのイベントが始まる前って必ず開会式っていうのがあって、こう出演する方々と一緒に、うん、あの今からイベント始まるよ、よろしくってちょっとこうご挨拶、そして盛り上げる感じで、うん、こうあのさせてもらうんですけど、ここが初めてあのアメリカのファンの皆さんと会える場所かな、ここ、ね、そうだね、そうですね、はい、じゃあまずは3人でカラフィナパワーを、はい、放っていきたいなと思います、はいはい、それではまた後で、また後で、カラフィナ、自分
そこちょっと何もう一枚くださいはーいじゃあ俺の一組じゃないですけどありがとうございますイエーイ Thank you so much Oh, hey, hello. Oh. Anyone a big lunch has to go back to the car. はい。やってきました。はい。さて本番です。本番です。シカゴでの初ライブです。はい。しかもバンドさんとね一緒にやるということで、あと開演まで5分という感じです。シャキッとしていきましょう。はい、そうですな。じゃあここでマイアイアやっときましょうか。やっときましょうか。シャキッとしましょう。はい。よし。はい。それじゃあシカゴ初ライブ大成功できますように、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、マイヤイヤー、よっしゃ、行ってくるぞ。行ってきます。初ライブが終わりました。無事終わった。もうこんなゴージャスなところで初ライブをやらせていただいて、しかも今回やっぱりね、あのバンドさんと一緒に来られたっていうのもすごく大きくって、あのリハーサルの時点でね、こう今日様のドラムの佐藤恭一さんのこの音のチェック、サウンドチェックが聞けるというか、その感じって初めてだったので、嬉しかったね、自分たちもね、ジュニちゃんのベースとかさ、すっごい心臓に響いてくる感じとか、なんか一つ一つがやっぱりいつもと違くて、あのすごく安心できるし、心強い、あの本当にいつも後ろで支えてくれてるんだなっていう気持ちで今日はステージに立ったし、なんといってもお客様あったかかったね。あったかかったね。なんか一曲一曲を聴くたびに拍手で笑顔でとか、なんかやっぱりみんなが楽しみに待っててくれたっていうのがすごくわかる、なんか雰囲気のライブでしたね、なんか英語をさ、拙い英語をさ喋ったところでみんながちゃんと反応してくれて安心した。赤田はどうだった？今日のライブどうだった？そうだね、なんかあのみんな結構ね座って見てくれてて、お客さんがその雰囲気は意外だった。そうだね、あの私たちは今まで結構ライブハウスとかでやることがね海外でも多かったんですけど、あのみんながすごい着席して結構しっかりと聞いてるっていう体制だったので、確かにちょっと日本と同じような雰囲気で、ホールのイメージでやらせてもらえたんですよ。そうかも、2時間ぐらいか、16曲歌わせてもらったので、あっという間だったからね。あっという間だった。本当にすぐ過ぎていきました、ね、こんなに短いと思っていなかった。本当だね。いや、そんなねライブを経て今ここにいるわけなんですが、もう次すぐサイン会があるので、ちょっとそちらに行ってきたいと思います。はい、ね、今聞いてくださった方たちもいるかもしれない、ね、そうそうそう、みんなに会いに行ってきます。行ってきます。For coming. Thank you. This means the world to us. Thank you. You guys are absolutely amazing. I love seeing you live, and I hope you keep doing music. Thank you. Thank you. Thank you. How old are you guys?
I'm 11. How do you know about Kalafina? They're cool. Smart, okay. Wait, they're gonna see this? We love you. Yeah, we love you. Hello, I'm Alex Gill with Anime and Location, and we are here at ASEN 2013 with Kalafina. すごくいいところで、会う人会う人みんな優しいし温かいし、初めてライブをこうシカゴで やったんですけど、ライブもじっくり皆さん聴いてくださって、こうカラフィナの音楽をすごく楽しんでくれてる様子が見えて、とても幸せでした。This year is the 5th anniversary of Kalafina. How has the music evolved in the last 5 years that you've been performing? 6年目ということで、私たちはコンソレーションというアルバムを引っ提げて今年スタートしたわけなんですけれども、日々進化をしなければいけないと思いながらパフォーマンスをしているんですね。これからもずっとずっと歌い続けたいので、ライブを続けていきたいです。そしてまたここアメリカに戻ってきて、皆さんに歌をたくさん届けたいなって思っています。これからも進化を続けていきたいです。 Say to your fans in America. はいはい、カラフィナ初めてここシカゴに、今回来させていただきました。ですね、アニメセントラルもう本当に大規模で、いろんな方々との出会いがあって、みんなからいろんなエネルギーを、いただいたこの時間でした。そして、ライブパフォーマンス初めてやらせていただいて、またライブでも皆さんとの交流ができたこと、すごく幸せに、思っています。こうやってここに、来られる、シカゴに来られたのも、こうやってアニメセントラルを通してアニメ の, ファンの方々のおかげだなと思って、すごく感謝しています。また I'll be back できるように、私たち3人で日本でまた活動、頑張っていきたいなと思います。アメリカの皆さん、ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。 Kalafina, thank you so much for sharing your valuable time with us and for your beautiful performance yesterday. ありがとうございます。 Thank you so much. So beautiful. お疲れ
れ様でした。というわけで、はい、シカゴ4日間、一応4日間で1回寝てるから、うん、でもまあ一応4日間滞在した感じだね、うん、滞在しました、はい、その全行程が今日無事に終了いたしました。なんかね、今日最後のこの締めコメント言うってなった時に、うん、あ、終わりかって思ったの。早かったな。早かったね。今回はすぐ終わっちゃった。初めてのライブもやらせてもらって、うん、はい、シカゴで初めてライブ、そして初めて海外にバンドさんも一緒に、はい、来てくれてライブをしたんですけども、とにかくシカゴの皆さんが温かかったのと、うん、じっくり聞いてくれたのは初めてだったね。海外では結構みんなが総立ちで、すごいもうパワフルに聞いてくれる、うん、みんながライブを体で楽しんでるっていうのを見るのが結構普通だったんだけど、今回はゆっくりと椅子に座ってみんなが音楽を耳で、そして目で楽しんでいるのを私たちもじっくり見ることができたので、それはバンドの皆さんもの演奏もあったのかなって思って、本当にいい経験ができたね、うん、一番ねイベントでね、サイン会とねパネルディスカッションの光はねやっぱり面白くて、うんうんうん、なんかみんなと近いじゃん、うんうん、だからそのシカゴにそのイベントに来てくれた人と喋る機会が持てて、ね、でなんかカラフィナに質問とか質問やるじゃん、うん、Q&A やるので、なんかそういうのがいいなって毎回海外来たら思うんですけど、うん、やっぱり今回も良かったなと思いましたね。面白かったよね。面白かった。そうだね、すごい愛のある質問だったし、愛のあるこうみんながこうライブを聞いてくれている目だったり、そういうのを感じられた4日間でした。毎回初めての場所で刺激を受けて、3人でいろんな発見をして、それをどんどん次の音楽にねこう生かしていく、うん、そういうことができるこの環境ってやっぱり素敵だなって、いろんな人に感謝だなっていう風に、そんな風に思ったあの濃厚な4日間でした。はい、はい、せーの、シカゴありがとう。バイバーイ。